大上先生の算数教室。こんにちは。小6算数。中体と水体丸に中体の体積の授業をしていきます。よろしくお願いします。それでは、丸キ場の直方体をまず見てください。いきなりですが、今から10秒で、この直方体の体積を求めてみてください。どうぞ。 はい。正解は、300立方センチメートルですね。できましたかちょっとびっくりしましたね。はい。直方体の体積の求め方は、縦×横×高さと習ってきたと思います。もちろん大正解です。ただ今日は、この後、別の中体も体積を求める必要があるので、新しい考え方を教えておきたいと思います。まず皆さんが今までやっていた、縦×横ですが、これは、 底面積を求めていることになります。底面積というのは中体の底面の面積のことです。そして高さを触れると底面積×高さになっていますね。中体の体積の求め方は底面積×高さ。これはこの後も使うのでしっかり覚えておきましょう。続いて2万も体積を求めてみただいと思います。今は三角柱です。 先ほど教えたように、底面積かける高さ、順番に求めてみましょう。まずは底面積からです。今回の底面は、直角三角形の形をしていますね。どんな式で底面のことになれるかわかりますか ?4×6×2 分の1ですね。もちろん悪いでもいいんですが、2分の1の方が約分ができて、スッキリすると思います。底面積は12平方センチメートルでした。 さて、それでは高さを分けて体積を求めていきたいと思います。12×8 は96なので、答えは96立方センチメートルとなります。もう一度確認しますが、中体度体積は底面積×高さで求めてください。はい。それでは3番の体積も求めてみましょう。3番は円柱なので、底面の形は円ですね。それも踏まえて、底面積×高さの式を 一から作ってみてください。できそうですか確認します。底面積は半径×半径×円周率なので、3×3×3.14。そして、それに高さをかけるので、かける ×7。というのが正解です。今回、あえて底面積と高さをバラバラにしませんでしたが、これには理由があります。この3.14という部分に注目してほしいのですが、 この3.14の計算は複雑なので、できるだけ回数を減らしたいのです。なので今回は、かげでの順番をいじって、3と3と7を先に計算してしまいましょう。そうすると63、63×3.14 になりました。編集率が関わる計算では、できるだけ3.14の計算を減らしたいので、一番後回しにしてあげてください。結果答えは、 197.82立方センチメートルとなります。この後自分でやるときにも計算の順番に気をつけましょう。それでは問い一1番、実際に問題を解いてみてほしいと思います。丸一番の丸2番、2つの体積をそれぞれ求めてみてください。それでは解説をします。まず丸一番ですが、答えは120立方センチメートルです。 あっていましたかやり方の確認をします。底面積の計算は4、4×5×2 分の1で、この部分の計算をすると、11方センチメートルという計算ができます。そしてさらにそれに、10を削げると、120になるということですね。先ほどの点の計算の同様で、この式を一つにまとめて、2と12を約分して6にして、計算を工夫した人も、もちろん大正解。 常に計算を工夫できないか考えることは非常にないですね。では2番の答えをそうします。2番の答えは540立方センチメートルでした。合っていましたかさて確認をします。まずこの形は何に見えましたか実は今回この部分平行神経になっていて、この平行神経を底面として四角柱と考えないと体積を出すのが難しくなってしまいます。 平行神経の面積の求め方は、底辺×高さなので、面積は 9×5 で出すことができます。そして、この平行神経の部分を底ーとして考えると、高さは 12cm なので、×12 となります。さて、ここで工夫できますか ?5×12 が60なので、先にこの計算をすると60、60×9 で540という暗算がしやすいですね。 低サム空は常に気を使ってあげましょう。それではトヨリマンです。トヨナイマンは円柱から円柱をくり抜いたマーム空変のような形をしています。この体積をぜひ頑張って求めてみてください。はい、それでは答え合わせです。答えは 226.08立方センチメートルとなります。これが正解でいたいとは非常に素晴らしいですね。やり方は実は2種類あるので、その確認をしていきます。まず、先ほどお話ししたように、今回の形は円柱から円柱を組めないで形になっています。なので、円柱の体積を2つ、外側と内側で求めて、膝をする。もちろんこれで求めることができます。 ただ、今回はもう一つのやり方で説明したいと思います。そのやり方は、経年積かける高さを使うというものです。今回のこのバームクーンのような形は、外側の円から内側の円を引いたドーナツのような形の底面を持った特殊な円柱だと考えることができます。この円柱の底面積を求めて、高さ6をかけて計算をしてみましょう。やってみます。 まずは円の面積の引き直します。外側の大きな円は半径が4センチで、そして内側の小さな円は半径が2センチだと考えます。そして外側の大きな円の面積は 4×4×3.14 で求めることができます。小さな円は 2×2×3.14 ですね。それぞれ計算をすると 16×3.14 4×3.14 となります。さあ、ここで重大な計算の工夫があります。16×3.14 と 4×3.14 の引き算をすると、結果12、12×3.14 に計算を直すことができます。これを知っていた人はもちろん大丈夫だと思うのですが、知らなかった人はぜひ今日覚えていただいてください。さあ、私が書いた式揮を読もう一度よく見てみましょう。 16×3.14 は3.14が16個あると考えてください。そして 4×3.14 は3.14が4個あると考えてください。そうすると引き算をしたら3.14が12個に減ってしまいますね。この計算非常に大事なので覚えていきましょう。さあ、この 12×3.14 何を求めたのか覚えてますかもう一度おさらいすると、 円と円の引き算で、ドーナッツの面積を求めないんですね。あとは高さ6センチをかけるだけなので12、12×3.14×6 の計算をします。この際にも12、12×6 を先に計算して72、72×3.14 に直してあげましょう。結果答えが226.081方センチメートル出すことができました。 実際に円柱から円柱を引いた人も、この計算の方が早く解けることに気がついてほしいなと思います。次回以降、こういった形が出てきた時には、底面積×高さのやり方をぜひ使ってください。今日の授業はどうでしたか次回の授業で会えることを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。